こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、どうしたんだ？この前昭和40年代のおもちゃ紹介してくれたよね。その後の昭和50年代って、ちょうど昔から現代への交差点というか、昔っぽさと現代っぽさが混ざる時代だったような気がするんだけど、具体的に思い出せないんだよね。なるほどな。では今回は昭和50年代の娯楽とエンターテインメント15選について紹介していくぜ。やった。ゆっくりしてってねー。まずは日本昔話だぜ。人間っていいな。そうだな。日本昔話は、1975年に毎日放送 TBS 系列で放送開始されたアニメだぜ。内容は、日本各地に伝わる昔話を映像化したものだぜ。桃太郎とか、猿蟹合戦とか、浦島太郎とか、有名作品も多かったよね。そうだな。子供も見やすい、親にとっても教育にとてもいいということで、1990年代の時点でも平均視聴率は 20% というヒットだったんだぜ。すごいね。ああ。しかし、ポケモンなど他のアニメが始まった影響もあったのか、時代の変化なのか、2003年に一旦打ち切り、2005年に復活するも、2006年10月に打ち切りとなったんだぜ。現代でもきっと教育にもいいはずなのにね。そうだな。実際打ち切り後は、毎日放送に幼い頃の思い出が詰まった番組、後世に残すべき作品なので、ぜひ放送して、というような終了を惜しむ声が5000通以上も寄せられているんだぜ。大切なものは、亡くなると分かってからじゃなくて、普段から応援していかないといけないよね。なるほど、そうだな。ちなみに霊夢が言っていた、人間っていいなは、エンディングテーマなんだが、放送開始当初は違った曲で、人間っていいなになったのは、1984年昭和59年からなんだぜ。そうだったんだ。今でもたまに頭に出てきて離れなくなるんだよね。いい曲だしな。でも、なぜか毎回いいないいな人間っていいなと、子供の帰りを待ってるだろなの缶の歌詞を忘れちゃうんだよね。美味しいおやつにほかほかご飯だぜ。次は家庭用カセット VTR 発売開始だぜ。1975年からだったんだ。そうだぜ。1975年5月にソニーから発売された SL6300 が、家庭用としてのカセット型ビデオテープレコーダーの初なんだぜ。ちなみに、VHS じゃないぜ。あれ、当時といえば VHS じゃないの？実は初は、ベータだったんだぜ。ベータあったね。ベータは、VHS よりも小さい、画質面も VHS より有利、VHS は最長160分までの録画だったが、ベータは200分など。性能的には VHS より優れていたんだが、VHS よりも部品点数が多く調整箇所も、高い精度を要求される構造となっていたことで、各メーカー、低価格版の投入が難しかったんだ。なるほど、性能はいいけど、一般向けにできないんだ。そうだぜ。そんな中、1976年10月にビクター社が VHS フォーマットのビデオテープレコーダーを発売し、そこからは一気に VHS が一般家庭に普及していったんだぜ。性能が優れているものが普及するとは限らない。難しいね。そうだな。次はベルサイユのバラだぜ。ああ、あったね。ベルサイユのバラは、もともと1972年から73年まで、週刊マーガレットにて連載されていた漫画だぜ。ルイ15世末期からフランス革命でのアントワネット処刑までの、フランス革命に至るまでを書いているんだぜ。そして連載が終了した頃は、あの宝塚歌劇団が人気が低迷しており、深刻な赤字経営となり、存続が危ぶまれていた頃だったんだぜ。そうだったんだ？ああ。そして、あるファンからベルサイユのバラは宝塚歌劇団にぴったりの作品との声があり、舞台化の検討が行われたんだ。中には、漫画が原作ではダメだ。描かれているのは王妃の浮気の話。記憶正しく美しくが方針の宝塚で流行ったらあかんという反対意見もあったそうだが、なんとか上演が行われたんだ。すると、これが大ヒットとなったんだぜ。なんとか上演できてよかったよね。ああ。そしてここから、舞台だけでなく、1979年にはテレビアニメ化もされるなど、ベルサイユのバラは社会現象となったんだぜ。次は泳げたい秋くんだぜ。ああ、今でもしっかり覚えている歌だよ。そうだな。1975年、フジテレビの子供向け番組ひらけポンキッキのオリジナルナンバーとしてリリースされた童謡が、泳げたい秋くんだぜ。歌詞の内容はたい秋がたい秋屋から逃げ出し、海へ逃亡するというものだぜ。もともと、ひらけポンキッキの楽曲を手掛けていた高田博夫さんが、
ある日、ふるさとの釧路に住んでいた子供の頃、寒い冬に戦闘の帰り道に、湯冷めしないようにたい焼きを腹に当てて温めながら帰った記憶が蘇り、当時鍵っ子と呼ばれた寂しげな子供たちの姿が、たい焼きに重なって見えたことで思いついたそうなんだぜ。なるほど、だから少し寂しげもある楽曲なんだね。そうだな。そしてこの、泳げたい焼きくんは、発売前の予約だけで30万枚、発売後も450万枚を売り上げる大ヒットとなったんだぜ。すごいね。でもなんでそこまでヒットしたのかな？いろいろな説があるんだが、情緒に訴えかけるメロディや、歌詞の内容が、会社勤めを辞めて広い世界へ飛び出したいサラリーマンの気持ちを代弁していたという説があるな。他には、国鉄のストライキで会社に出勤できず、自宅にいることになった会社員が、子供とポンキッキを主張したため、耳に入る機会が増えたからという説もあるんだぜ。次はスーパーカーブームだぜ。あったね。とてもかっこよかったよ。そうだな。1975年からサーキットの狼という漫画が連載されていたんだが、その影響で、1976年頃から1978年頃にかけて、スーパーカーの爆発的ブームが起きたんだぜ。スーパーカーは一般大衆には購入が困難なことから、特に自動車が好きな人たちから見ると羨望の的だったんだぜ。そうだよね。ランボルギーニカウンタックとかかっこよかったな。代表的だよな。他にも、フェラーリ 512BB、ポルシェターボ、ランチアストラトスなどが人気だったんだぜ。1977年には、東京晴海国際貿易センターで開催された、スーパーカー世界の名車コレクション77は4日間でなんと46万人もの来場者を集めたんだぜ。4日間ですごすぎるよ。当時は街で目にする車は、四角い大衆車ばかりだった中で、幽霊で、背が低いスーパーカーは、一目見ただけでもかっこいいって思えたよね。そうだな。ブームとなった理由の一つだと思うぜ。次はディスコブームだぜ。あったね。そもそもディスコっていつから始まったの？もともと60年代以降にアメリカで流行し、日本には1975年にやってきて、第一次ディスコブームが起きたんだぜ。ただ、最初は悪の溜まり場という評判で、一般的な人気ではなかったんだ。しかし、1978年に、ディスコを題材とした映画サタデーナイトフィーバーが公開されたことで、一般人も楽しめる大衆的な場所と見方が変わり、第二次ディスコブームが起きたんだぜ。そうだったんだ。ディスコは都内や横浜エリアに多く存在し、中でも六本木スクエアビルは、地下2階から10階までの全てのフロアがディスコとして営業していた時代があったんだぜ。12フロアも、そうだぜ。ちなみに、ディスコで使われていた楽曲はもともとは、ソウル系やファンクなどを中心したものだったんだが、70年代、80年代と徐々に変わっていき、有名なバブル期にはユーロビート系の音楽が人気となっていったんだぜ。また、バブル期のディスコとして有名なマハラジャがオープンしたのは、1982年の大阪なんだぜ。次はインベーダーゲームだぜ。おお、懐かしい。よくやったよ。現代でも知っている人は多いと思うが、簡単に紹介するぜ。インベーダーゲームは、1978年に誕生した画面上から迫ってくるインベーダーを、左右に移動できるビーム砲で撃ち、インベーダーを全滅させるゲームだぜ。相手が迫ってくるというシステムが画期的だったんだよね。そうだな。これ以前のシューティングゲームは、ただの的を撃つだけのゲームだったので、極端な話、何もしなくてもしばらく遊べるような代物だったんだが、インベーダーゲームは、敵と争うという点、そして、上手い人ほど点数を稼ぐほど長い時間遊べるという点も画期的だったんだぜ。喫茶店のテーブルの多くがインベーダーゲームになってたんだよね。そうだぜ。また、インベーダーハウスというゲームセンターの起源のような場所もできていたんだぜ。ちなみにこのインベーダーゲームは100円玉で遊べるんだが、この100円玉を集金する際、量が多すぎて、4トントラックで回収を行っていたんだぜ。4トントラックって、そんなに100円玉あったの？そうだぜ。ちなみに4トントラックですら、100円玉の重さに耐えきれず、サスペンションが壊れることが頻発していたんだぜ。それはすごい儲けになるだろうね。ちなみに1980年頃、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校の学生だった、現在ソフトバンクの孫正義さんは、日本で余剰となったインベーダーゲームのゲーム機を、アメリカに持ち込んでレストランなどにリースするビジネスを始めたんだ。まさか。半年間で350台、1億円を超える儲けが出たんだぜ。すごいね。当時から目の付けどころがすごかったんだね。さすが成功者だよな。次はウォークマンの発売だぜ。この時代だったんだね。ああ、
1979年、ソニーの当時名誉会長であった。伊深勝さんが、飛行機の中で綺麗な音で音楽が聴けるものを作ってほしいと、当時のオーディオ事業部長に依頼したんだ。そして、事業部長は、当時カセットレコーダーとして販売されていたプレスマンを改造し、それにヘッドホンを付けたプロトタイプを開発し、伊深さんに渡したところ、伊深さんはその性能の高さに驚き、ソニー創業者の森田昭夫さんにも聞かせたところ、森田さんもその可能性に気がつき、商品化を命じたのがきっかけなんだぜ。しかし、社内からは録音機能のないテープレコーダーは絶対に売れないという反発もあったり、開発を断行し発売を開始してからも、マスコミの反応は、芳しくなかったんだぜ。なんでだろうね？そこはわからないんだが、当時はそもそも電車内や飛行機内で一人で音楽を聴くという発想自体なくて、ピンとこなかったのかもしれないな。そこで宣伝部や営業スタッフは、とにかく人目に触れなければと考え、ウォークマンを身につけて山手線をぐるぐる回るという作戦に出たんだ。さらに、休日の日曜日には若いスタッフにも製品を身につけてもらったり、影響力のある有名人にも製品を提供したんだ。さらに、当時はこういった新商品は、新聞で発表紹介するのが主流だったんだが、ウォークマンは若者をターゲットとしたので、雑誌向けにも発表会を行ったんだ。雑誌向けには、記者たちを代々木公園に集め、記者たちの前にはウォークマンを装着した若者が登場し、自転車に乗ったり、ジョギングやエアロビクスをするなどを行ったんだ。つまり、人々がウォークマンをどう使ったらいいのかがわからなかったので、どのようにして音楽を楽しむのか、デモンストレーションを行ったんだぜ。こうして、広告宣伝活動を工夫したことで、発売から2ヶ月が経った頃、ついに爆発的ヒットが起こり、初回生産3万台が全て売り上げられたんだぜ。へえ、宣伝効果ってやっぱりすごいんだね。最適な宣伝方法を見つける力があるのはすごいよね。ちなみに、1979年に発売された TPSL には、幅が 88mm、高さが 133.5mm、奥行きが 29mm と、当然今の携帯機器よりも大きなサイズだが、それでもかなりコンパクトにできていてすごいと思うぜ。次はダブルラジカセだぜ。お、音楽機器シリーズ。ああ、これは大革命だったんだぜ。さっきも説明した通り、1970年代頃から、カセットに録音することができる、カセットレコーダーが発売され始めていたんだ。そして1979年にはウォークマンが発売され、これでも十分に革命的なんだが、一つできないことがあったんだぜ。それがダビングだぜ。なるほど。ダビングとは、あるカセットテープの内容を、別のカセットテープへコピーするイメージだな。厳密に言えば、できる方法はあったんだが、一般的にはできなかったんだ。つまり、録音した内容を友人に共有などはできず、録音されたカセットテープは唯一無二のものだったんだぜ。ところが、このダブルラジカセが普及したことで、ダビングが実現し、自分のお気に入り曲をダビングしたカセットテープを友人や大切な人に送るという、コミュニケーションツールとしても使われるようになったんだぜ。それは確かに革命だね。でもダビングって劣化しないの？確かにするぜ。それは難点ではあったが、それでも当時は革命的だったんだぜ。ちなみに、倍速でダビングできる機能もあったんだが、それはさらにテープが劣化してしまうため、メリットデメリット、どちらを取るか頭を悩ませたものだぜ。次はタケノコ族だぜ。あ、いた。タケノコ族とは、東京都渋谷区原宿の歩行者天国で、派手な衣装を身につけ、音楽に合わせて踊った若者たちだぜ。でも、なんでタケノコなの？いろいろな説があるんだが、当時ブティックタケノコというブティックがあって、そこで派手な衣装が買えたことが由来と言われているんだぜ。ちなみに、タケノコ族は首都圏中学高校生で構成されていたんだぜ。そんな若かったんだ。ああ、そんなタケノコ族は、最盛期には2000名以上のメンバーがおり、あまりにも多すぎて移動がままならなくなったという話もあるんだぜ。面白いね。次は DC ブランドだぜ。ああ、流行したね。1970年代の服といえば、単品大量生産の大手メーカーレナウンやなどだな。そういった既製服が一般的なんだが、それに対して、デザイナーの個性を生かした、定番を作らない多品種少量生産の服作りを行った、ファッションブランドの総称が DC ブランドだぜ。そっか、DC ブランドというブランドじゃなくて、いろんなブランドの総称だったんだね。そうだぜ。DC はデザイナーズ&キャラクターズの略と言われているんだぜ。こうして若者を中心に1980年頃からブームが始まり、
1984年頃には中年層にまで広がり、1985年には渋谷新宿の丸井が DC ブランド中心のファッションビルとして生まれ変わるなど、大ブームとなったんだぜ。ただ、商業生産ということで、値段は高かった。さらに、過剰なデザインや、あまりにも目まぐるしく流行が変化することで、徐々にブームは収まっていき、90年代に入るとユニクロなどのファストファッションが急速に拡大したことで、DC ブランドは消滅したんだぜ。次はナメネコだぜ。いたね。ナメネコは、1981年頃にブームとなった、暴走族風の身なりをした猫のキャラクター企画だぜ。本物の猫に暴走族風の衣装を着せて、写真を撮った数々の商品が作られたんだぜ。すごく可愛かったよ。ああ。ナメネコは、名古屋で誕生し、津田悟さんという方がプロデューサーだったんだが、もともと、津田さんが近所のクリーニング屋から引き取り、大切に育てていた4匹の猫がいたんだが、その猫が、津田さんの恋人が置き忘れていった人形の洋服に興味を持ったので、面白半分にその服を着せて撮影したのが始まりだったんだぜ。そうだったんだ、猫のおかげでもあるね。まあそうだな。中でも有名なのは、自動車免許風の写真で、死ぬまで有効舐められたら無効。などの表記もあって面白かったのか、なんと1200万枚も売り上げたんだぜ。すごいね。ちなみに最盛期には、交通違反者が運転免許証提示命令に対して、ナメネコ免許証を出すという事態が続出したので、警察からクレームが入るほどの人気だったんだぜ。それはいけないことだけど、人気の度合いはよくわかるね。現在ではブームは終わっているとはいえ、LINE スタンプになっていたり、Y モバイルの CM で起用されたりもしているんだぜ。次は東京ディズニーランド開園だぜ。そうか、この時代だったね。東京ディズニーランドは1983年4月15日に開園したんだが、簡単に建てられたわけではなかったんだぜ。まず、東京のディズニーランドはディズニー社が建てたものではないんだぜ。あれ、そうなの？オリエンタルランド社って聞いたことないか？あ、そういえばそうだね。そう、日本の東京ディズニーランドはオリエンタルランド社が建てたものなんだぜ。とはいえ、ディズニー社が関与していないわけではないぜ。オリエンタルランド社は、長年にわたり、日本へのディズニーパークの誘致をディズニー社に打診していたんだが、当時は多額の投資を必要とする海外テーマパークの経営リスク、またならドリームランドとの著作権侵害問題などもあって、ディズニー社は非常に消極的だったんだぜ。そこでオリエンタルランド社は、ディズニー社とライセンス契約を結ぶことにしたんだ。ディズニー社側が、パークの設計、運営の指導、版権の管理を行い、ライセンス料も受け取る。オリエンタルランド社は建設費や運営費などの全ての費用を負担するという契約だぜ。ひえ、オリエンタルランド社にとっては厳しい条件だよ。そうだな。でも、そこまでしてでもディズニーランドを日本に作りたかったし、利益は出ると考えたんだろうな。こうしてなんとか建設が決まったんだが、候補地は現在の舞浜以外に、静岡県の清水市なども候補に上がっていたんだぜ。そうだったんだ。ああ。結局、東京都心に近い立地の良さ、雨が少なく乾燥の気候という利点から、舞浜に決まったんだぜ。そして1980年から建設作業が行われ、1983年4月15日にオープンとなったんだぜ。ちなみにこの日は、雨が降る中、約3000人もの人が開園前に並んでいたんだぜ。雨が少ない地を選んだのに、オープンの日が雨だったんだ。まあ、それは仕方ないだろう。ちなみに一番乗りのゲストは、2日前の4月13日から並んでいた埼玉県から来園した、大学生の男性だったんだぜ。2日前から、そして約1ヶ月で100万人、半年足らずで500万人という、現在まで続く人気となったんだぜ。次はファミコンだぜ。待ってました。ファミコン、正式名称ファミリーコンピューターは、1983年7月15日に発売されたんだぜ。1980年代前半までの家庭用ゲームは、普及率も低く、性能面でも、色は数色、画面スクロールも難しいという代物だったんだ。そんな中任天堂は、アーケードゲームで人気だった、ドンキーコングを家庭用ゲーム機化することを目標に、家庭用ゲーム機を開発し始めた。それがファミコンだぜ。当時の中では、高性能だったのに低価格だったのも魅力的だったよね。まさにその通りだぜ。当時他のゲーム機の価格は3万円以上もしたんだ。ところが任天堂の山内博史社長は本体価格は1万円以下との要求を出したんだぜ。結局1万4800円だったけど、それでも他社の半分以下の価格だね。そうだな。ところがファミコン発売当初は、様々な問題が続発し、
占していたんだぜ。問題？一つ目は、コントローラの AB ボタンは四角いゴム製だったんだが、これが戻らなくなる現象が発生したんだ。あ、それで今はプラスチック製に変わってるんだね。そうだな。ちなみに当時任天堂では、ボタンのテストを100万回やったらしいぜ。100万回もテストするのもすごいし、それでも気づかなかったんだね。そうだな。当時の任天堂の社員は家庭用ゲームがどんな遊ばれ方をするのか、我々がよくわかっていなかったんだと思います。マリオをジャンプさせるような時など、誰もが強烈な力でボタンを押すことになるとわかっていなかったんです。と語っているぜ。確かに、当時のユーザーの熱気までは予測できなかったかもしれないね。他にも色々あるが、決定的だったのは、あるメーカーが不良品のゲームカセットを出してしまい、回収騒動が起こったんだ。致命的なバグだね。そうだぜ。この不良品回収騒動で、なぜ任天堂が強烈な危機感を持ったかというと、アタリショックというアメリカで起きた事件があったからだ。アタリショック？1977年に発売された世界初のゲーム機、アタリ2600は、全米の子供たちの間で爆発的に売れ、数々の名作ゲームが誕生し、これこそがテレビゲームの歴史の始まりだったんだ。この勢いに乗って、アタリは1982年に、ET というゲームを発売したんだが、とんでもないクソゲーだったんだ。クソゲーだった結果、600万本製造したうちの100万本しか売れなかったんだ。さらに、あまりにもクソゲーだったせいで、ユーザーのゲーム熱が一気に冷めて、他のゲームまでも売れなくなってしまったんだ。確かに ET はひどかった。任天堂はファミコンで、アタリショックの二の舞が起こることを避けたかったんだ。なるほど、それは危機感持つよね。で、どうしたの？まずは、すべて無償での交換対応を行ったんだ。この対応が迅速かつ誠意ある行為として、ブランドイメージの低下を阻止することができたんだぜ。おお、よかった。さらに、当時はそれぞれのメーカーが独自にカセットを作っていたので、ゲームカセットの品質を任天堂が保証できなかった。その結果不良品が発生してしまったので、これを機に、任天堂がゲームカセットを製造して、その品質を保証する。ファミコンのライセンシー制度が誕生したんだぜ。そっか、それが現代まで続いてるんだね。こうした苦労を経て、1986年には600万台、1987年には1000万台と爆発的に普及したんだぜ。次はコアラ初来日だぜ。この頃だったんだね。ああ、1984年10月25日、オーストラリアのタロンガ動物園から送られたコアラ6頭が、初めて日本に到着したんだぜ。この6頭は、パトカー先導、獣医師付き添いのビップ待遇で、名古屋の東山動植物園、東京の多摩動物公園、鹿児島の平川動物公園に2頭ずつが入園したんだぜ。人間であってもすごい待遇だよ。そうだよな。そして1ヶ月後に一般公開されるようになったんだが、連日長蛇の列となり、4ヶ月で100万人を突破したんだぜ。ちなみに、あの有名なコアラのマーチも、1984年3月に、このコアラブームに乗って発売されたんだぜ。そうだったんだ。ということで、昭和50年代の娯楽とエンターテインメント15選を紹介したぜ。やっぱりいろんな革命が起きた時代だよね。そんな中での宣伝の仕方などは、現代にも通じるところはあると思うから、勉強になったよ。そうだよな。じゃあこの機会に、昔、VHS にいろいろ録画したものを、ブルーレイにダビングするか。そうだね。あ、そういえばこの前雨漏りで、VHS のテープにカビ生えてたよ。え、急いで状態見に行くぞ。では、またねー。